千金。どうもそこは、おくチャンネルだー。今回なんですけども、8ラインスクラッチでございます。で、はい、今回なんですけども、こちらでございます。はい、来ました。8ラインスクラッチ、15、キツネでございます。で、こちら縦横斜めとなっておりまして、まあ、あの8ラインスクラッチっていうのは、まあまあ、8つのラインっていう意味もあると思うんですけど、まあ、要は全部削りましょうね。で、これ縦3本、横3本、斜めが2本ですね。どっか一直線に、揃えば当たりだよという形でございます。で、こちら1等が100万円、2等が5万円、3等が1万円、4等が1000円、5等が200円となっております。で、こちらなんですけども、全国自治でございます。で、1600万通り32億円ということで、かなり枚数がね、あるということで、まあ、全国でございます。なので、1等が、これ100万円が96本あるということで、かなり枚数多いね、というところでありますが、まあ、なかなか当たんないよね、っていうところではあります。はい。で、こちらですね、マットに関しましては、本数等を見ているとなんですが、こちら、最低保証が、これ3枚あるのかな ?3 枚ですね。はい。になっております。はい。まあ、とにかくね、まあ、スクラッチ関連というものは、削らないとわからないですし、まあ、削れば当たるというわけではありませんが、まあ、一袋、袋入りのサラのものを買えば、まあ、マットは最低保証用意されていると。で、プラスアルファ取れたらいいねっていうので、まあ、いつもですね、新しいものが出たら15枚やって、まあ、ちょっと夢も、可能性も高めたいというところでやっております。では、早速ですね、削っていきたいと思います。作戦金。はい、行きましょう。まずは1枚目でございます。はい。まあ、縦横斜めでございますから、まあ、さらっと削っていくべきかなとは思っておりますけども、まあ、同じ絵柄、ああ、いいですね。あ、でもこれね、これマット来るんじゃない?8ラインスクラッチって結構真ん中にマットマーク来たら出るよねっていうジンクスがあるので、ジンクスだから多分そうなんですよ。そうなんです。来るんですよ。はい、ということで行きます。行きます。まあでも僕としてはキツネ来てほしいんですけどね。はい、来た。ありがとうございます。ね。でしょ。まあこれは視聴者さんに教えてもらったんですけど、大体真ん中に来たら確定だよっていう形で、なってるんで、まあある種わかりやすいですね。だから真ん中削ったら、まあマットが来るか否かはすぐにわかるよというところでございます。で、行きましょう。2枚目。いきます。はい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 。そう、だからちょっと違うやつ来たらワクワクするよねっていうところですね。あ、すごいですね、これ。3本リーチだ。こういうのは大体来ないんですよ。経験上。いきます。え、来たら嬉しいけどね、そら。まあでもわかる。あ、やばい、これ4本リーチじゃね。1、あ、もうリーチじゃないか。どっちかか。これ、まあ、1000円来ても嬉しいですし、まあやっぱり1等来たらめっちゃ嬉しいっていうところですね。いきます。ここで1等来たら、ないか。いや、まあまあ、ここでね、来たらちょっとテンション上がるなと思ったんですけど。はい。甘くなかったですね。はい。では行きましょう。3枚目でございます。まあ、この後からはまあ、ちょっと何枚目とかって言わずテロップで見ていただけたらいいかなと思います。いきます。いや、こう、さっと削って、ピュッて出たら焦るよね。これでまあ、1等なくなりました。はい。で、これでブドウもなくなりましたね。なので、まあ、1等2等がないと。で、あるのは柿が3等1万円と、あと何かあるというところですね。いきます。まあ、真っ当じゃないことは分かった。ほらね。いやー、これ嫌だな。どんぐり出てほしくないな。いきます。バカ野郎。バカ野郎。出してくれよ。ここは出してくれよ。はい。いきます。4枚目ですね。ごめんなさい。4枚目って言ってんな。大体、なんとなくこの流れはあるな。この、なんていうんですか。キツネが横に2個並ぶなと。で、これ、まあ、真ん中出たんで、来るというはずです。いきます。ここで出るよね。出るよね。おっしゃ、来た。はい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 。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、僕狙いたいのはここじゃないんですけどね。はい。ダメです。まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。200円、400円ですね。はい。まあ、8台、なんかやっぱね、僕、スクラッチ、この縦横斜めが一番好きっすね。なんか過去にウルトラマンスクラッチ当てたのも、縦横斜めですから、やっぱいいですね。なんか思い出深いですね。いきます。だからその二つ目の思い出を刻みたい。刻みたいんだけど、こういうやり方やるともう、もう積みだもんね。一等はないもんね。
まあだからまあもう一回二等っていうのもね一つありっちゃありなんでしょう、しょうけどやっぱ一等当てたよね。どんぐりですねと何かいきます。いや絶対な絶対いや出ると思った柿出ると思ったんですよ。ああもう最悪さんこれまあ多分ブドウでしょう。いきます。まあブドウは好きなんであれなんですけど当たり欲しいよね。そうだよね、当たりが欲しいんだよね。はい、いきます。次です。ちょっと汚ねえな、なんかそうごめんなさい、最近ちょっとこのねシュッシュって綺麗にする作業を忘れてしまっている。はい、いきます。キツネをねだからこの横で2つ並ぶのはちょっと辛い。あこれ面白いかも、真ん中でも来るかな。あれ違う。いやーまあまあとはいえなこれわからんわな。いきます。激震ね。まあ柿でしょ、ここ柿でしょ。いきます。柿はねあの嫌いじゃないんですけど昔食べすぎてあんまりちょっと食べたいなってならないです。ちょ何の話だって話なんですけど。はい、いきます。いやまあ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 一等な、でもなんかこれは僕一等ありえるよねとは思ってるんですよ。枚数的にも多いですし、あ来た来た縦3本で、じゃあここブドウじゃね、ここブドウ来るんじゃね。はい、いきます。あそっちね、一等、ああ一等はもう秒で終わった。えこれで書き出たら激アツよね。いきます。ブドウかい、ブドウかい、ブドウかい、ブドウかい。やばいな、ちょっと当たりペース止まってますね。今まだ2枚しか出てないので、はい、こっからですね。はい、いきます。いやーブドウ、あこれでブドウはなくなりました。あとあんのは、あ一等ね。まあでも一等リーチってほんと難しいと思うんだよね。これはちょっと厳しいですよね。はい、まあまあわかんないで、ね、いきます。とりあえずね、まあ最後まで走ってみて決めるっていうのが一番いいですよね。いやいやこれもうあれこれでもちょっとわからんぞ、これありえるか、わからんぞ。多分ここ書きもないし、おそらくこのもみじもないでしょ。でぶあーどんぐりか、どんぐりかな。いやキツネだな。いきます。どんぐり、いやいやじゃあもう分かっちゃうよ、これ分かっちゃうよね。でもなんかちょっと寂しいな。まあぼちぼち多分もう一枚ぐらい来ると思うんですけど、いきます。いきます、いきます。いやこれ真ん中で、あほら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 、これでね、まあまあ3本だいたいリーチは来ないんですよ。ただでも真ん中になんか狐出てるからちょっとワンチャンあるかなとは思ってます。いきます。そうだよね、こうなるよね、最後に真ん中行くよね、最後だよね。はい、そうですよね。頼むぞ、ここで来たらやばいぞ。いきます。なこれが、まあ皆さんこれが現実でございますよ、これ現実です、こんなもんなんですよ。そろそろ当てたいな、当てたいなってことは別に真っ当ね、真っ当とりあえずまあ600円は取っておきたい。いきます。ああはい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 、あこれどんぐりかな、あ来たな、これ来ましたね、これですね、これをもうほぼ確ですね。いきます。おら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 、落ちた。ごめんなさい、これ、斜めでしたね、縦だと思って勘違いして、ここでちょっとえってなった。で逆に言うとこれで来なかったら来てもいいんじゃないって話ですよね。ありがとうございます。とりあえずはい、これで最低保証回収でございます。でここに来て残りちょうどジャスト5枚か、5枚なのでここで取っておきたいですね。はい、いきます。ここでだから1、2枚でも取れたらでかいよ、1、2枚でもね取れたらね、真っ当じゃなくてもね、これは多分来ないやつでしょ、この3本のやつは。でまあここもしくはここは一緒のやつですね。いきます。やべえって、いやこのパターンのどんぐりあるんかな、多分ないでしょ。ということはこれ1000円あるかな、もしかしたら1000円あるかもしれないですね。いきます。バカ、そこは夢見させてよ。まあ1000円はまあね、嬉しいですよ、嬉しいんですけど、別にまあ夢というほどではないんですが、やっぱりちょっとこう気分上がるじゃん、嬉しいじゃん、そこですよね、そこ大事だよね。
はい、いけます。ちょっと待って、この一応だからその5枚をあの最近ね、あの今までずっと10枚で何年もやってきた。あー、そうです。あら、そうで5枚追加して、あの、いや、当たんなかったらちょっときついよねっていう話を言おうとしたら当たったっていうね。はい、ありがとうございます。来た来た来た。いや、なんかそのね、そう、最近本当思うのは、もう本当このスクラッチね、もちろんあの、別にあの、やめたいとか、そういうことはないです。配信はもう好きなんで、ずっとやりたいんですけど、これどうやったら当たんだろうなっていうふうに、最近ちょっと考えるようにしてて、まあ一つの試みが、まあ枚数増やすっていう、その、あの、べらぼうにっていう意味じゃなくて、まあ最低保証、まあ3枚出るのもわかるやんっていう話じゃないですか。でまあよかったプラス1で1000円とか入ってきて1600円ぐらいとか回収できるわけじゃないですか。それはもう別に当たり前じゃんって話なんで、じゃあプラス5枚したら、まあいわゆる、まあ要は袋入り最低保証プラスバラじゃないですか。これ結構僕今好きは好きなんですよ。だからまあバラで15枚っていうのも好きなんですけど、バラの15枚って結構リスク高くて、怖いんですよ、正直怖いんですよ。ただでもこっちは最低保証プラス何かがあるかなって期待はしてます。はい、そんな世界線です。しょぼいですけど、はい、行きましょう。残り3枚いきます。そう、そういうね、だからまあロト宝くじとかナンバーズとかはあの本当にこう思ってるんですけど、まあもちろん運も必要ですよ。運も必要なんだけど、ちょっとした知識、まあ考え方っていう知識とデータっていう知識、いろいろあると思うんですけど、そういうところをあの足し算すると、まあ運をよ、こう僕はこう呼び込むって、こう要はね、あの余白をもうこう仕掛けして運がシュッて入ってくるよねっていうふうに思ってるんですけど、こっちだけはマジわかんねえっていう、ね、だからまあ運しかないから、でもどっか抗えないかなっていうのが、まあバラ購入か、まあちょっと枚数足すか、まあその100枚とか200枚で買ったらまた違うんでしょうけど、いやできひんやん、簡単に。むずいやんっていう話ですね。はい。で、今のところ、これ、キツネリーチとカキリーチですね。で、ここ多分ドングリでしょ。あ、違った。あ、なるほど。モミジリーチも出すんだ。なるほど。いや、まあ、これどうせ、これ何出てないの、これ何出てないやつは、出てないやつないの、あ、珍しいかな。出てないやつない。ここでブドウはちょっとしんどい。いけます。あ、モミジだ、よし、よっしゃ、最高、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。嬉しい嬉しい嬉しいな、やった、嬉しい、来ないと思ってた。これでなんか1800円か、いいね、1800円回収率いいね。最近ちょっとスクラッチいいですよね、回収率ね。はい、いきます。あと残りこれ合わせて2枚です。頼むよ、頼むよ。あ、うわ、これなんかきつそうな気配きつそうな気配じゃない、これ。よくない、真ん中なんで、まあでもブドウでもいいんですよ。ブドウでだって2等でしょ。で、まあとりあえず行こうか。まあここは柿だよね。で、多分ここも柿だよね。あ、柿じゃない、あ、もみじはやめよう。もみじはあかんって、ほんまに。いきます、来い、もみじ、もみじ、これ合ってる、もみじだよね。くそ、なんかこれ来そうな気したんだけど、まあ気だけね、気だけですよ。はい、ラスト1枚でございます。行きましょう。通るぞ、俺は通るぞ、行きます。頼む頼む、マジでお願いします。ここで全うっていうのも渋いね。あ、やば、ちょっと待って、これで当てたら2000円ってことか。2000円は激アツだ。いきます、おれーま、ありがとう。